仙台市議会議員候補者の豪華昇太郎でございます。私自身は高校を卒業してから地元の中小企業で働いて、そこからお金を貯めて大学に行きました。自分みたいな若者を少しでも減らしたい、その気持ちで私自身は政治家を目指して大学で政治経済を勉強しながら、大学3年生から郡和子さんの秘書として、そして桜井充さんの秘書として、合計11年間国会議員の秘書として仕事をさせていただきました。2019年より市議会議員として仕事をさせていただき、さまざまな4年前のお約束一つ一つ実証させていただきました。例えば子育て支援、経済支援をするのと地元企業の経済循環同時にやろう、この提案をさせていただき、今子供が生まれた家庭に対してカタログギフトがプレゼントされる新生児誕生祝福事業、これを作ることができました。多くの起業家の方々からご相談をいただき、スタートアップの相談窓口、これを作ってほしい、そういう相談をいただき、仙台スタートアップビオトープ、スタートアップデスク、こういった新たな制度を創出することができました。今度の2期目の挑戦は、経済が上がる、給料が上がる経済、賃金が上がる政治、これを掲げて仕事をさせていただいています。2028年から仙台市では人口が減少していくのではないかと言われています。しかしこれは単純な少子高齢化だけではなく、実は10代後半の人口流入が多い一方で、20代前半の人口流出が多いこの仙台、この特性をしっかりと把握をした上で新たな政策を打っていかなければいけません。20代前半に働く、住む、遊ぶで選ばれる街、選ばれる政策をしっかりと作らなくてはいけません。例えば現在西公園がさまざま再整備がされています。ここの西公園、今の若者が遊びやすくなっているのか、その議論をさせていただいて、予算委員会でアーバンスポーツをできる場所を作ろう、この議論をさせていただき、西公園では今アーバンスポーツのスケボーやダンスの練習場を今作っているところでございます。こういった若者からのニーズを吸い上げて、遊ぶことにしっかりと整備を今回の予算委員会でさせていただくことができました。また住む、これは子育て政策まだまだ十分ではないんです。例えば先ほど申し上げた新生児誕生祝福事業を作ることができました。しかし給食費の問題、さまざま議論もさせていただいています。この給食費が今高すぎる、政令指定都市の中で小学校では2番目、中学校では3番目に高いこの給食費、これを今後どうやっていくのか、この立場で今議論をさせていただいているところでございます。そして何といっても働く場の整備、この働く場の整備です。現在仙台市内の地元の優先発注、これはまだまだ改善もできるところはあるんだと思っています。詳しく申し上げると、システムやアプリケーションの仕事、こういったパソコンの関連の仕事というのは仙台市役所から市内の企業への発注率はわずか 23%、 残りの 77% は東京を中心とした県外の会社に仕事が全て行ってしまっています。これが 50% まで上がると、市内の経済は50億円以上、今から経済が大きく回ることができます。こういった徹底した地元の優先発注をすることで、しっかりと地元の経済を循環をさせていく、そういうことを一つ一つすることが、この物価高騰に対してしっかりと給料の上がる経済、給料の上がる政治、これを実現できているものだというふうに思っています。今回この給料を上げる経済というのは国民民主党の一つの大きなイシューでもございます。この点、本当に大きく迎合するところであり、今推薦もいただきながら、私も国民民主党の応援をいただき、そして共に仕事をさせていただいているところでございます。国民民主党の推薦候補として、この給料を上げる経済当選をさせていただき、そしてさらにこれを仙台市内でしっかりと実施をしていく、その所存でございます。ぜひとも給料を上げる政治、給料を上げる経済、皆様の政策の後押しをいただきたい、心よりのお願いを申し上げさせていただきます。豪子翔太郎、38歳、2期目の挑戦、どうぞ皆様に
後押しをいただきたい、心よりのお願いを申し上げまして、私、郷古祥太郎からの心よりのお訴えとさせていただきます。